猛獣の子だ。プランのレベルが12になりました。うちのフランはすげえぞ。個体名フランのレベルが17に上昇しました。やったな。でスキルいろいろ。スキル眷属召喚を入手。風魔術レベル7に上昇しました。師匠あそこまた扉。とりあえず鑑定だ。なグレーターデーモンだと。なんだこのステータス。強すぎるなんてもんじゃねえぞ。戦後へのステータス値なんて初めて見た。エクストラスキルに暗黒魔術。得体の知れないスキルばかりだ。の脅威度は B。 B 一人で国を滅ぼしかねないやつってことだ。おいおい、まさかビビってんのか。ビビってなんかない。あれはえ、こっちがダンジョンマスターなの。いやステータスめっちゃ雑魚いんですけど。じゃああれがダンジョンコアみたいだな。師匠これで本当に終わり。まあダンジョン制覇だ。ダンジョン制覇。おいジョジャン無事か。フラン、ドナド。あフランレベル25だぞ。ダンジョンに入る前は12だったからずいぶん強くなったじゃないか。スキルも称号も増えてステータスがおかしなことになってるな。もうドナドとも正面からやり合えるぞ。